シーズンを訪れ、今年開通したばかりの台湾新幹線に移動した後、国境に行かれます。インターネットで、昨日の日、いわゆる乱行パーティーが伝えていた川崎市の男性職員から逮捕されました。売春防止法違反の疑いで逮捕されたのは、川崎市環境対策課の職員、安藤仁容疑者ら2人です。安藤容疑者らは今月10日、都内の高級ホテルで自営業の男性ら4人、女性3人を売春して、